ウーナー、夜ご飯どうするの？私？ラーメンとか。納豆ラーメンって変わり種とかどう？というわけで、どうも。ネタで頼んだ納豆ラーメンにハマっているゆっくりです。で、今回のトレンドガチャも雪乃さんが対象になっていますね。飼育風の水着で、対象は10人と多めですね。あと、懐かしの方で魔王様コーデが復刻しています。個人的にはこっちも欲しいんですが、さすがに石が少ないので懐かしは我慢。で、あとは戦士風のビキニアーマーも復刻していますね。バレーをやりたいのか、RPG をやりたいのか。で、今回はタマネーと雪乃さん狙いで、トレンドの飼育水着を回していきます。とはいえ、そこまで石を使うつもりはありませんが、トレチケと無料10連チケット分くらいですかね。確率は 1.1% 固定。ステップ6分の6で優勝確定となります。性能としては、テクニック属性のエール水着ですね。ただ、スキルがアタックデバフなので、そこがちょっと微妙かもしれませんね。個人的にエール水着には、レシーブデバフがあるとありがたいんですよね。その点、今回懐かしにある魔王様水着はレシーブデバフのエール水着ですね。ブロマイドもあるので、あと1枚魔王様水着を確保しておきたかったんですが、手持ちの石的にタイミングが悪かった。まあ、また RPG 系の衣装を追加した時に、合わせて復刻されるやろ？とはいえ、あとどの職が残っているか。魔導士とか僧侶のキャスター系とか？でも、そこはハロウィンに魔女っ子とか出しているしな。あとは、和風のビキニアーマーとかを出したりするのかな？一応、シノマスコラボで村雲さんの水着がそれっぽいですが、どうせなら VV オリジナルのやつも見てみたいです。あとは、イダテンコラボでしかないシスター風水着も、VV 初のシスター風水着を作ってほしいなぁと思ったり、で、頭のおかしい木崩れとかを見てみたい。もう少し。で、ガチャの方は何も引けてません。悔しいので、10連だけ石を使います。そりゃあ、何もないよね。で、無料10連チケットの配布を待ちました。あとは周回で石とトレチケも貯めてきました。無料10連チケットを使っていきましょう。テクニックのかすみさん。ダメかー。そろそろ1枚出てほしいところですが。それにしても、ここのところナナミさんのトレンドにいる頻度が高い気がします。タマネイも最近の新規水着の時は大体対象になっているイメージがあるんですが、ナナミさんは新規も既存水着も結構な頻度で対象になっているイメージです。さすがの人気といったところですかね。とはいえこれは、ナナミさん推しのオーナーさんは意思的に結構きついのでは？私も推しではあるんですが、再推しではないのでまだ多少は我慢できてはいます。あとは、タマネイも結構トレンドに来ているおかげというか、そのせいで、我慢せざるを得ないというか。なので、ガチャが多いと、がっつり回す水着となるべく我慢するものを決めた方が潔ですね。トレンド頻度が多いと色々大変そうです。あとは、トレンド頻度の低いキャラとかももう少し出してあげてほしいものですね。利益に関わってくるところでもあるので、難しいのかもしれませんが。あとは、イベントのエピソードの兼ね合いとかもあるんですかね？
絡ませにくいキャラとかだとトレンド頻度が下がったりするんでしょうか。しばらく雪乃さんラッシュになると考えると雪乃さんとエレナ様の掛け合いとか難しそう。逆にナナミさんとか美咲さんは雪乃さんと相性が良さそうな気がします。そして既存水着で雪乃さんに着そうな水着って何でしょうね。とりあえず制服系とブルマあたりか。ロードが入ってテクニック演出、レイファンさんですね。ようやく当たった。ただイベント終盤なのでトレンドの恩恵はほとんど受けられないんですよね。なので初日に引けないとその後はいつガチャを回すか迷ってしまいます。2枚抜き、もう1枚はかすみさんですね、はい、お待たせ。どうかしら、似合うでしょいい感じだね。ありがとうございます。これでダブトレですね。イベントが金曜日までなので集会を頑張れますね。もう必要な報酬は取り終わってるけどな。で、次のイベントが金曜日からなのでランキングイベントでもやるんですかね。どう？似合うかな。似合ってるといいんだけど。こっちも可愛い。希望のところではありませんでしたがトレンドを引けて一安心です。で、流れに乗ってあと10連だけ。流れなんてなかった。もう少し待ち。というわけで、今回はトレンドのシープ水着のガチャを回していきました。結果は140連で2着と確率的には良かったですね。ただ、狙いの玉ねえか雪乃さんが引けなかったので、そこは残念ではあるんですが、まあ、雪乃さんのお迎えに関しては、そのうち引ければいいかの精神でいこうかと思っています。今回は無料分が70連あるとはいえ、思った以上に回してしまいましたが、それでも巨石が進んでいるので、やはり VV の石やチケットの配布量はありがたいですね。それでも推しの頻度が高いと万年石不足に陥りますがね。では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次はどうされたいですか。